どうされましたか？旅のお方、ようこそ鶴見区へいらっしゃい。私はジャイロギ県のジャイ王様、親衛隊ほぼでかいババアと申します。どうぞよろしく。本日私の狙う台はもちろんあの台。まだここでは言えないわ。もうちょっと待ってください。それでは実戦開始まで、ジャイ王様。私は今飲んだばかりでね。これ大丈夫ですか？大丈夫じゃないよ大丈夫じゃないよ。やり直してます。いいよ、やり直したから一緒やがな。それではいきます。1枚目、年金1枚目。あー、それでは発射いたします。いきます。音量こんぐらいで。これなんか4っすかね。あ、4っすね。1、2、3、4っすね。4じゃないっすか。は、え、なにこれ。あ、これは当たらないの分かってる。199でも何回もやられたから。で、ボタン出てきて外れでしょ。レバーが出てきたら激アツ。どうせボタンよ、ほら当たったよ。でかい、どんなボタン。スペック紹介する前に当たっちゃった。びっくりした。メガネ飛んでっちゃった。こんなことあります？3回転大当たり、さすがでかいババ行ってきます。ちょっとスペックの前に当たっちゃいました、すいません。とりあえず開眼したらラッシュ 50%。いいんですけど、普通ボタンでも行くときは行きます。そんなうまいこと行く？あっ、くそ。大チャンス、大チャンスを逃しました。今 50%、 なんでこんな弱いのかしら。私今回は通常でも全て10ラウンドなので安心安全、ただの単発ではございません。これが199だと地獄ですけど、多分あのボタンを外すともここで復活とかはないですね。1360玉もらっちゃった。何もメモしてない。ないですよね、ないですよね。いや、まさか当たると思ってなかったから油断してたわ。それではスペック紹介の方をしていくわね。大当たり確率 319.68 分の1、ラッシュ突入率は 50%、 ラッシュ継続率はなんとびっくりトータル 93%。 通常の 50% を引いても先ほどみたいに10ラウンドは必ずもらえるので安心安全でございます。そして今回2種タイプとなっておりまして、まずラッシュに行くと新動術ラッシュ上位からスタートされます。それが 80% で継続されます。 20% でメインの新バジリスクタイムとなるのですが、そこでも 85% となって、それをもろもろ合算すると 93% という夢のような台となっております。右打ちの方はまた右が入ってからご説明していきたいと思いますので、どうぞよろしく。そして遊戯モードもノーマル、ボタンバイブ、シンプル、先読みなし、4つのモードがあるのですが、今回から来たボタンバイブ、これがレバブルみたいな感じですかね。ボタンバイブをカスタムしてると 90%、 ノーカスタムできた場合でも 70% ございます。で、前回もシンプルモードはあったんですけれども、199の時のシンプルって先読み来ても全然当たらなかったの。でも今回のシンプルは先読み発生時点で天命濃厚プラス赤金の期待度も上がっているとのことです。楽しみ。内部は ほぼほぼ199バジリスクとさほど変わらないですね、カスタム以外は。あと変わったといえば、あの大きなバイブ、ウーハー、
あれが大幅に軽減されて打ちやすくなりました。あれ当たってでも本当にね、もうやめてっていうぐらいブル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 ってなって、もう許してってなってたんですけれども、今回そこも改善で、シンプルの遊びやすさも改善、素晴らしい。嘘ね、私分かってるもん。あ、止まっちゃった。あら、今日初タイマーね。中で疑似練してたのかしら、準備中ですって。態度の時停止で後期止まるの知ってたんだから、私はこれ100いくんじゃないの。これはまず届けます。なぜなら、あ、止まっちゃった。あ、タイマー準備が、あら、おぼろちゃん、これ闇ヘチゾーンとかじゃ行くんじゃないの。闇ヘチアゾーンでした、失礼しました。闇ヘチアゾーンでした。闇ヘチゾーンですって、恥ずかしい。まここでまあ100はもう確定したわ。必ず突破いたします。しかもまだタイマーを使ってないんだから、こっちは。あら、いやらしい。これで忍法勝負に発展いたしました。これがジャクリーチから強 SP に行ったって感じね。あとはコウが10人衆か最終決戦、どちらかが狙いなさい。ここで断ち切る。あら、シーンが来たわ。見物ね、あなたたち見物で。ここに死に騒来が出たら最終が来ますと言ってた。眉毛落ちてきちゃった。これも最終決戦ね。最終決戦、素晴らしい。でこれも強弱があるの。これはデホの方かしらね、まあ、これで5割ぐらいね。あとはもうボタンです。ボタンで決まります。レバーなどがございます。多分デホだと思うわね。うわー、マジでデホ来やがったこいつ。あ、当たりました、ありがとうございます。50%、 あとは 50% を取るだけ。簡単。1回目失敗、2回目成功。これは決まっているの絶対。これノーマルでも面白いわね。全然もう保留依存とかないし、先読み依存もないから、こっちの方がいいわ私タイプ。京馬ちゃんよりゲンちゃんの方がタイプ。大当たり2回目よ、これすっごい早い。ソーローね、この台素晴らしいわ。でもここのボタンにチャンスアップを使うと面白くないと思うの。だから基本ノーマルだと思うのよ。光り方が違う。いただきます。よっしゃ、ほんまに来た。めっちゃ嫌そうな顔してますな、佐々木さんが。ほんまに来たよ、ダッシュ突入。これで上位の新同日ダッシュからスタートです。皆さん分かります？ウーハーがだいぶ軽減されてるんですよ。打ちやすい。さすが名刺、世界の名刺大好き。圧巻。これはね、これは今日佐々木さんに10万円返せる。で 80% の3ラウンド取り続ける。このレインボーが出たら3ラウンド 80% のループを取ってるということですね。継続ということです。で内部の説明をすると 3.72 分の1を時短100回転になっているので、まあ、実質大当たりですよというシステムですね。でもハマればハマるほど嬉しい。でここの鎖が取れちゃうと危なかった。ここの鎖が取れちゃうと10ラウンドの1360発を獲得して新バジリスクタイムに落ちちゃうよという流れですね。とりあえずもう玄之助のレインボーのイルミが出続ければ OK。 え、何してんの。ザンホですね。ザンホいただき、うまい。でかいババア、うまい。安心安全。310は堺市民が大好きな数字。三等線2000発、これの期待値が4000発でしたかね。これをうわー3ラウンドばっかやんけと思わずに小当たりなしと思った方が楽になるわよ、気持ちが。めっちゃハマってる。うまい、うまい、うまいわー、すごくうまい。でここ打ちっぱにしてても損しないので、これに入れないとすごく損しちゃうから必ずもう打ちっぱにしといて。すごい眉間にシワが寄ってる佐々木さん。元気なババ、嬉しいわ。やばい、レインボー長っ。
めっちゃハマってる。まずい、これイルミが来たよ、まずいっす。これで 20% の10ラウンドいきました。でも1360発はもらえるので、そこまでがっかりしなくていいですかね。で次から新バジリスクタイムの ST の方に移行します。でこの1360発を取り切ると、5回転プラス1回転残歩込みの6回転のうちに 3.72 分の1を引き続ければ終わらないという夢のようなスティックです。新バジリスクタイムは199分の1の方のバジリスクのちょっと継続率が落ちた仕様と思ってもらえたら馴染みやすいかなと。ごめんなさい、僕ちょっと普通は分かってます。源ちゃんから言ってほしいでしょ。私天然様から行きます、すいません。順番通り行くんでしょ皆さんは。行きません。はい、当たり。安定するとも当たりです。ここで今回は 80% の3ラウンドでしたが、 20% の10ラウンドを引いて、なおかつ2分1でまた復帰するという、もうこれの繰り返しですね。すごく楽しいでしょこの台。大好き。だって投資500円なんだもの。3.72。ボタンが出れば当たりです。出て、お願い。 OK、 当たり。え、ちょっと待って、ボタン出たのに外したんかん。 3.72。 嘘やろ、これまずいって。ちょっと待って、もう嫌い。天然様もう嫌い。これ外したら別れる。レバー出るなあかん。わあ、大好き、すごく好き。 3.27。 3.27 よ。あ、これまずい、何も降りこない。イナニーはあかん。あ、最悪や。長い。嘘つき。これまずいです。最終回転まで行っちゃいました。これでチャージ完了ですね。この1回転で 3.27 分の1を取ってないと終わっちゃいます。ババアの気持ち、よっしゃ、ほんまにトップね。オッケーオッケー、これでオッケー。はぁ、嬉しい嬉しい嬉しい、ババアの気持ち。でここでモードは変えれますね。じゃあ次、小娘モードでいきます。はい、下皿詰まりました。負けます。落ちました。この ST 下皿詰まったんで、もういや、これほんまに、もうパチンコ屋さんのルールで詰まったら何もか保証してくれるようにしてくださいよ。これで落ちたら何回も何回も。なんでさっきまで流れてたのに。絶対落ちますよこの ST。 やだ、もう最悪。やった。ねえ、止まって。うわ最悪や。5216残。うわもう最低。コーガランブ1頭。これが先ほど説明したコーガランブで、ライン数に応じて進めば進めるほど期待度が上昇。多分これね、私の記憶だと氷馬ちゃんまで行くと暑かったはず。これは全然ダメ。しかも先読み絡んでないんだもの。4ライン。あれ5ライン、あ、違うわ、間違えちゃった。フォーラインです。レバーとかなら熱いけど、レバーボタンはダメ。7ラインで多分激熱ね。本当にパチンコってよくわからないわよね。ずっとやってきてもこうやって500円でパンパンって当たってラッシュ行く時もあれば、1200即落ち、1200単発。バカなパチンコよね今のパチンコって。本当に私今月5日しか稼働してないの、今日抜いてね。5日よ、5日なのにマイナス27万9000円マイナスよ。頭がおかしくなるわよ本当に。1月の残り29、30の2日間で5万3000、7万6000なのよ。ってことは4、5、6、6日で私43万円負けてたの。さすがにちょっと行くの控えたわ、休みの日でも。あのね、好きよ、パチンコは好きだけど、もうね
ハンドル握りたくもなくなるの。一物とはね、全く別のものよ。もう見たくもない、握りたくもなくなるの。一物にはそういう感情がないじゃない。でもハンドルには出てきちゃうの、拒否反応って。ちょっと皆様も、あの大学生とか会社員の方もいると思いますけど、家庭が崩壊するわよ。前回見たでしょ、そんまりの北斗無双、地獄でしょ。好きな台であんなことされたら、もうパチンコから人がいなくなります。心が潰れちゃう。いや、これ先バレよりきついっすね。しかもなおかつ外れる。ここでカットインあるんすかね。あの後にバンって横から赤とかで来るんじゃないかな。待って、先を見出して点目いった。あ、笑っちゃった。香川県から来てる人の大当たりを笑ってしまいました。あ、違いました、大当たり外れを笑ってしまいました。失礼しました。こういう台なんですかね。いや、あれね、引けあるんですよ。押すじゃなくて、赤に光って引けがあるんですよ。ボンでしょ、あれダメっす。そして僕は天命に行って、甲が12周行きましたね。これで大体 19% ぐらいです。で、ここからチャンスアップ。真のこの漢字のイルミが白、青、緑、紫、赤やったかな。もう青やった話じゃないです。もう赤が欲しいです、とりあえず。で、カットインのチャンスアップもありますね。で、次緑かな、行くとしても。あー、緑のまま止まるか。まあ、先読み来てないんでね。で、カットインもないですね。で、最後のボタンのチャンスアップもあり、これがデフォです。ダメですね。それは今ので当たったらびっくりします。いやー、先読み出して点目行くんや。いきなり点名、先読みなし、激アツ予告なし、金もなし、当たりません。でもこれで当たったらすごく楽しい男だと思うわ。どうなのか見ていきたいと思います。で、この新ブラックアウト死にそうらえで最終決戦であったんですけど、でもこの時点で最終決戦ですね。あそこで死にそうらえで強ルートなのかな。痛い。で、ここで金のカットインが入ると激アツ激アツ激アツってなると金強ルートになるって書いてましたね。まあ、2回目の初当たりはこれで当たりましたけど、今回シンプルモードなので全く期待してないです。あ、もうカットインもないですね。やっぱりなぜか分かる、当たらないから。これが飛び出てきても当たらないわ。うん、冷やかしごめん。シンプルでこれで当たったらすごく楽しいのに。これすごくないですか。僕600回して先読みゼロですよ。全然出ません。かといってお隣のフォロワーさんのを見てても出ても青緑外れ外れ。だからシンプル、だから先読みプラスバイブ、ちょっとハードルが高い。あ、初めての黒に来た。これなら先読みなしでも可能性はまだありますね。7ラインで確か199は確定じゃなかったかな。ダメあー、危ない。もういや、これ6でもあかん。やっぱ高画乱舞も先読み絡んでじゃないと期待できないのかな。うわー、初めて来た。こよんで生青が来ました。655回転で53回転で初めて先読みが来ましたね。長すぎません？で、今この字で緑なんて、うわ、赤読みや。バイブない、バイブはないですが、赤読みは結構強いと思います。僕も信じてます。あ、間違えた、私も信じてる、おぼろちゃん。でもバイブなし、闇七ゾーンなし。あ、一気に100いくんや。でも保留緑のまま、闇七ゾーンもなし。いやー、赤読みだけでは押し切られへんと思います。で、ここに文字が浮かび上がらなければ、やめて、立てばやめて、バカー。これで甲が12周ですね。やめてよもう。いや、強いのが本当にない。この真のイルミがまだ赤までいけば期待は持てますが、ここで緑でしょう。ここ、いやー、ここで結構赤になってたんですよね。ライトミドルは外れるよな、きついよな。で、あとチャンスアップ、ここでカットイン、まあ、ないですね。で、最後のボタン、飛び出し引け、やっぱデフォルト当たらないですね。これ650何回転これ、
2回転やっと先読み来て外れです。これ先読みの意味ある？で佐々木さんに1万円も お恵みいただいたので、これで5枚目なのですが、そんまりの投資としては4枚目です。うわー、先読み来ましたね。シンプルで巻物来ました。でもね、これ隣の方ね、何回も外してるんですよ。うわ、赤は知らん、赤は初めて来た。うわ、忍びチャージ大丈夫か。で緑保留ですね。でそのままいきなり天命行きました。で赤なんですよ、数字が上。これもね、当たるときは俺き激アツ金、さすがに当たった。これはさすがに当たった。こんなもん当たらないおかしいぞ。1274回転。すいません、あの自分のお金になって1500円で激アツが来ました。本当にもう本当にすいません、本当に佐々木さんすいません、申し訳ございません。さすがに最終決戦、死にそうらえ、あーもうそのまま眉毛来ましたね。ジャクルートですが問題ないと思います。最終決戦7じゃないね、前回転もね7は本当に長かった。ここまでポップする、ボタンポップしていいですよ。デフォはやめてほしい、怖いから。激アツだけで果たして押し切れるのか。よっしゃ、いった、よかった、ぶねあー怖かった。1257回転ですかね。僕はもうおそらく右取ってると思います。4万1500円ですね、全然まくれますね。同日ボーナス、同日ボーナスで新同日ラッシュに行くと。ありがとうございます、いただきます。行くわよ童貞ども、発車。これチャンスアップあるのかどうかはちょっと分かっておりません。でおそらくデモじゃないかな。いや押したくない、無理無理。よっしゃ、いったー、ぶねーすいません、佐々木さんがものすごいお顔でこちらを見ております。本当に申し訳ございません、本当にこんなつもりじゃなかったんです。めちゃくちゃ不機嫌な顔。そりゃそうですよね、自分のお金を1万円使って僕の自分のそんまりのお金で出した瞬間1500円で格撃出るんですもん。めっちゃハマるな。あかん、俺これ落ちたらマジで引ける気せえへん、ハマりすぎ。これ普通のバジリスクタイムやったら終わってますよ。レインボーでしょ、そりゃそうですよね。19回ハマったらダメですよ、終わっちゃいますよ。ここで良かったです。これで今ストックをいただきました。自分の中の気持ちのストックをいただきました。2回、やばい、この鎖が取れたら落ちます。オップだ、オップね。鎖がジャミジャミしだしたら気をつけてください。でもああやってレインボーの限度付けが来た時点でもう継続確定なので、これで次回で交流連確定していたしております。ええー、音するやん、花火ちゃん、あんたら童貞やからこんなええ音聞いたことないやろ、アホみたいな顔して。で最後1360取って4000になったの。オッケー、ババアのガッツポーズ。いや、希望としては 80% なので、ここでもう10連ぐらいしてほしい。わがまま言いました。1回転、2回転、3回転、4回転、5回転、6回転、7回転、危ない、終わってましたね。超うまい。で、これレインボー来ます、この時点で。なぜなら、鎖が見えてないから。やべ、これも当たってますね。多分1360、これで落ちましたね。で次メインの新バジリスクタイムにメインの方に行きました。行くわよ、一回転に当たってもいいわよ。いいじゃない、よっしゃ来た、素晴らしい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 。でこれ3ラウンドですね。でここで目指したいのが安定してからの無双一戦が来ると10ラウンドプラス新同日チャンスに戻るのが 70% あります。ちょっとやめなさい、大丈夫大丈夫、光らない、やばい、大丈夫、女の子でやってるんだから絶対大丈夫。行くわよ、甲賀の忍法娘のヒップにずっこばっこ。ちょっと待って、これは少なすぎる、やっぱこれで1万発は無理。止まって、うわすっ、あの僕思ったんですけど、これライトミドルでよくないですか。そいつが切り札
ちょっと最初右は面白いかなと思ったんですけど、だいぶきついですね。これ忍者のゲンちゃん打つねんと大工のゲンさん打ってるのがいいですね。ブラックそっちの方が全然満発ありえそうってなります。一緒の 50% なら、まあ、出玉は違いますけど、これは流行りませんで。うおー、新規入賞で激発保留きました。これは震えてもらわないと困る。いやまあ震えるでしょう。パチンコやめるわ、震えへんかったら。震わせた、やっぱり震えた。こら、そらこんなん、こんなん当たらんかったら俺今までの1274当たらんわ。なんやこれ、92回転なんやった今まで。でこれで先読みなし以外の当たり方を見せれたのでよかったでちゅう。伊賀教習ですね。でもバイブした時点で9割あります。でカスタムなしでのバイブは 70% です。でもこの 90% プラス激アツ保留、こんな外れたらもう私パチンコいけません。天命発展です。で玄之助様、私の彼氏玄之助、早く来なさいバカタレ、遅い。いいじゃない、申し訳ございません。でブラックアウトした時に死にそうらえで強ルートですね。これです、これです、これが強ルート発展です。いただきます、玄ちゃん、玄ちゃんの一物いただきます。私の大好きな一物現金プッシュで、よいしょ、ありがとうございます。ナマステ。あー気持ちいい。やだ、白いのが飛び出ちゃっていやらしい。 BL ね、 BL、まあ、ここでの昇格はないので次はここでの昇格だけ頼むわよ、玄ちゃん。これは余剰してお願い。めちゃくちゃハマったから1274も。あ、佐々木さん、佐々木さん、佐々木さん行けますよね。佐々木さんがついてくれて、オートボタンになってました。実戦終了いたしました。お疲れ様でした。バジリスク高賀忍法帳公開 W319 バージョンを立てていただき、投資の方が13,375玉、回収4,558玉、収支の方がマイナス5,817玉と、なんという中途半端な出玉になったのでしょうか。で佐々木さんに1万円救済していただいたので、そんまりの収支でいうと3317玉なんですよ、マイナス。この5817玉でもうわよかったっていう、このおかしな感覚、おかしくさせるパチンコ、普通2枚負けたらうわーってなるのに感覚がバグってきました。この感覚をぜひとも戻すためにこれからも頑張っていきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。やだもうこのパチンコで、本日の僕の代がですね、22.5 まで上がってました。ちょっと最初の方びっくりしてオーバー入賞とかしちゃったので、実質もうちょっとあると思います。で隣の方も最終 20.8 だったから、で佐々木様が言っておられたバキのライトミドルの方が20回っていたということで、隣のバキライトミドルも一緒の20で、フォロワー様から教えていただいたリキタを打っていたフォロワー様も20回ると、リキタガロ、そしてここはいつもユニコーンも強く7つの大罪、そしてバカボンですね。バカボン回る店いっぱいないですよ、本当にお宝があったとご報告いただいております。いつも皆様ありがとうございます。いや本当に公開319バージョン、何が公開なのか。で正直あのね、右に行っても結局万発行くビジョンが見えませんし、相当な引きがいりますし、で最後バイブモードにして新規入賞で激アツ保留、この当たらんってどういうことやねんと思いましたね。結局あれノーマルもシンプルモードもバイブモードも一発目の新規入賞で結構強い保留が来ないと当たらないんじゃないかな。あ、まあ僕の最初の2回目の当たりはあれこれで当たるんやっていう楽しさはあったんですけど、やっぱり金であったり、まあ、天命の強ルートに行かないと相当きついんじゃないかなと思いましたね。あのこれ言っていいかわからないですけど、僕多分プライベートで打つことはないです。ありがとうございました。それではまた会う日まで、あなたたちの旅を楽しみにしておるので、どうぞまた次回もどうぞよろしくお願いします。それでは皆様ごきげんよう。
失礼しました。